き続いて、J ビームの本社に来ております山崎黒です、はい、よろしくお願いします。山崎です、よろしくお願いします。さっき、はい、この絶対にもうスーパースライサーでもスライスしなかったドライバー実証できてしまったんですけど、はい、せっかく山崎プロドラコンの人なので、はい、こうすれば飛距離が伸びるよっていうのを、はい、ちょっとなんかコツ教えてほしくて、はい、もうさっき、スイングを見させてもらって、はいはい、もう 見つけておきました。見つけました、はい、見つけました。この数字が出ちゃってるじゃないですか、はい、もうこれを超えればいい、超えればいいというか、もうできたら30ヤードくらい超えちゃった、はい、超えちゃいたいですよね、はいはいはい、同じドライバー、同じドライバーで、はい、実際スイングするときにちょっといいですかね、はいはい、クラブが軽く感じるということでこうコックを入れる人が多いんですよ。すごい手から、はい、手から。でも実際にもしこれが仮に50キロだったときにこんなことできるかって話ですよね。多分手を外に上げてこうに上げたりするじゃないですか。50キロのものをこう持ったら多分こうなってしまう。もしこれが50キロだとしたら体にできるだけ近いところで体でこうやって上げるはずなんですよ。それを一番弱いのは手首だけでこうに上げていくっていう部分が背が高くて手が長い、はい、自分のせっかくの長所を全部殺してスイングします。もっと大きく振る、はい、大きく振る。でダウンスイングを、一般の人の皆さんこうえいって一生懸命振りすぎてしまっているので、はい、逆に大きく上げて大きく上がったものを小さくしなくていいんです。その大きくゆったり振るぐらいのイメージでいいんです、うん、ちょっとやってみましょう。教えてください。はい、勝手にやっていきましょう、はい、まず1個目のドリル、はい、構えます、はい、手はもうダラダラとした感じでまず持ってます。ここから足をこうちょっとアドレスしたところから少し沈むんです。アドレスしたところ、はい、アドレスまずしますよね。ちょっと沈みます。そこから足でまずスタートするイメージにして手は何もしない、うん、ここまで何もしないイメージで、うん、足を動かすことによって右股関節が動いて胸が回って少しずつこう動く、うん、これがファーストの動きです。一番最初の、うん、でここまで上がったところからは今度は腕を一生懸命上げます、うん、っていうドリルです。ちょっとやってみます。わかりました。はいこうだ。やっちゃいます。いきなり入って入ったイメージは、はい、こういうイメージ。この三角形からこの角度、はい、全てがあまり変わらずそのままに、はい、ああだいぶいいですね。でもコック入ってますよね今。あずーっとコック入れないイメージでいきましょう。こんな感じですか。はい、そのぐらいのイメージでいきます。どう、そうです。そこから腕がもう少し上がっていくときに右肘が畳まれる、自然に畳まれてシャフトがしなるのでダウンスイングみたいな、そのくらいの大げさなイメージで、あと1個気になるのがありました。もう一回構えてください。構えた時に肩甲骨がこういうふうに寄ってるんですよ。こっち側に、あこっち奥に、はい、奥に入って、はい、こう意識しました。グッと前出し、逆出し、もう胸張ってパワー出ますか。これわかんないですよ。ボクサーたちがこうやってボクサーで、ね、あー弱そう、こうですよ。あー強そう。こう野球のピッチャーもセットポジションでこうで、はい、投げるときにこう胸郭が開いてストレッチして投げるんで、はい、構えはこうです。でトップで伸びたところから縮めるからパワーで、なんかすごいな、はい、そうですそうです。いいですね。うん、いいです。まだ早いです。あ、そう、柔らかく重いものを上げるようなイメージでバックスイング。ああいいですね。フックグリップに握っていたらそのまま上がりたいのである程度角度ついていいです。こう、はい、そうです。なんでこうなってんだ。こうか、こういいんですよ。はい、まだ硬いですね。少し、しなやかにいきましょう。大きいイメージはこのグリップエンドがすぐ目標を向かない、こんなイメージだったり。はい、そこからはもうあとフリーでいいです。おお、いいですね。そうです、そうです、そうです。ここにあるものをこちら側に重いものを引っ張る、バックスイングの時って弓矢引っ張っている時と同じなので、エンドでこうにクラブが動くんですけど、右肩の上に物を引っ張るかのようにバックスイングしたいんです。エンジンかけるみたいな、はい、ギュッとイメージ。その時に手はこんなことしないと思う、もう右肩も一緒にこう上がってくるんですね。はい、そのぐらいのイメージで大きく上に、
ああ、そうです、いいですね、いいですね、はい、うん、その今足動かすときにコック入れないように気をつけましょう。ああ、はい、ああ、いいですね、そうです、これはいい、はい、いいです、全く頭に入ってこない例えばこれってこうコック入れてこうならこうシャフト硬く見えますよね、すごい硬いですよね、はい、これ逆にこうやったらどうですか、柔らかいですよね、そんな風に上げてほしい、柔らかく、ああそうです、そう、そういう動きです、そういう動きです、ああ、いいですね、シャフトが柔らかく見えるものです、上げるときにヘッドが重く感じたらいいです、重い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 、でダウンスイングを変える、そうです、そうです、あ、いいですね、今雰囲気出ました、おお、いいですね、これの重さを感じてればいい、はい、ずっとちょっと自分がなんでやたら重いなって感じるぐらいの感じで上げたいです、コックしたらすごい軽いんですよ、クラブ、はい、重いってことはできるだけ遠くにはなっているので自分の体の円度で、うん、はい、この辺にあるなって感じがします、はい、いいですね、コックはどちらかかるんだ、そうなの、ちょっとそれで打ってみましょう、はい、はい、振った時で 42.8、 その後のやつがちょっとずっとやって 62.3、 こちら 41、 まあ大体クラブスピードが、はい、クラブスピードがそのぐらいの感じです、最初ヘッド上げたくなると思うのでできるだけ上げるときに足で、はい、足でいくような感じで手は何もしない、できるだけ柔らかく、シャフトが柔らかく見えるような感じで、おお、速くなった、はい、今でもう40ですよ、62.5、あれ、あ、いえいえ、もう一発で終わりました、あれまず一発で今日の最長となりましたこれってシャフトのしなりを少し使えたんです、でも今まだコックから少し入ってます、でも最初のスイングよりは減りました、だからシャフトが動くんですよ、でクラブには特性っていうものもあってこうちょっと短い辺でやります、こう手の向きが何も変わらずこう上がってるじゃないですか、ほんと今すごいシャットですよね、シャットの切り返す時って絶対こうクラブって、まあ僕これもクラブを作ってる側なので特性が分かってるんですけど、こう上がってたものを切り返す時って絶対切り替えで開くんですよ、うん、でもクラブってそのまま向き変えずに引っ張ってきたらこうやって戻る特性があるんですよ、なのでこうしたら戻るのでシャフトが行ったけどしなり戻ってきてこう当たるので今みたいにいきなり捕まってしまう、必ず足、下半身、そういう部分で上げていく、あ、コック入りますよ、ぐーっと、そうです、いいですね、グリップエンドがすぐ目標を向かないことが大事です、今、コックが入る人っていうのはこうなるの、すぐ目標を向く、グリップがこう、ってことは、このまま今腕を戻した状態でもうこれだけ振り遅れてるわけですよ、この部分をアマチュアはどうするかというとこうするわけですよね、それを僕はやってます、はい、それで左から右へ戻ってくるスライスになってしまう、はい、でもグリップエンドが自分を向いている状態で手は何もしない、足だけ動かすんです、これ腕戻します、元の位置なんですよ、うん、だからただ戻ればその位置に戻る場所にセッティングしていくことでバックスイングをそれと同じように投げていく、そしたら正面に来た時にも必ずクラブの後こういう特性を使って戻してあげれば勝手に捕まるの、自分でここに振り遅れていいショット、例えばバンカーショットなんか体開いてコックを使うじゃないですか、これってフェースを開いて振り遅れて球を上げたいわけですよね、ロフトを立てたいわけじゃなくて、ここまで我慢すればいいですか、ここまでです、ここまで振ればいい、ここまで、はい、ここまで、はい、そこまで我慢してください、あー惜しい、今みたいに薄く当たるときコックが入ってる、実際映像を見ると、あ、ここで、はい、コック入りましたね。くそー。で、コック入ると、その分自分の気持ちでは大きく上げたんだけど、そのまま来ると届かないから、でもそのまま振った時に今みたいに届かないんですよ。構えます。ここまで、これ1。足使って、ここまで1。はい、で、ここから上げて、振る。1。上げて、振る。っていうドリルなので、こうです、はい、ここでいいんだ、そうです、このこういう感じだと思います、あ、こうでいい、あ、いいですね、そこから上上げてください、で、上げて自然だ、はい、下ろす、それでいいです、人間が物をこっちに、さっきも言った右上に持ち上げるとき、
こうやって上げますよね。コックをするってことはこうやってねじってあげてるので、左肩も上がってこうなるんですね。ああ、それやってます。こう上げたらこう来るので必ずクラブってインサイドインになってくるはずなんで、はい、そこから上げてあとは下ろす作業です。足で上げてこれいいんですよ。はい、いいです。右肘もこんな閉じてなくていいです。野球のピッチャー右肘オーバーするの球速いんでしょ。で、ここ90度以上開かなければ OK です。一般の人ここは、はい、脇とこの腕のこの部分が90度以上こんなに開いたらあれですけど、開かなければ OK。 おお、いいですね、いいですね。だんだんいいですよ。あ、いいですね。じゃあそれで打ちましょう。そこに来るまでずっと体足だけでいって、おお、いいですね。ちょっとなんか変わった。はい、来ました。まだ249ヤードです。振ってないのに、さっきの距離もう本日最長のもう2回出ましたね。詰まってない。そうなんです。今いきなり僕が言ったことやってもらったんですけど、全然打ちにくいはずです。いつもと違うから。打ちにくいです。だけど結果は飛ぶんです。ああ、ずっと設定も何も変わってないし、同じクラブだし。でもどう考えても早かったんで早いのは分かるんですよ。はい、力も入ってないんだけど、はい、シャフトもヘッドも早いから。だからそういうお話を聞いていくと、いつもインパクトでかなり自分で力入れてるんだな。今はクラブを素直に重力を使えるポジション、弓矢を引いた状態に使ったので、勝手に折ってきてシャフトがしなった結果走ったっていう、自己満なのかクラブを使ったかもしれないです。僕らもドラゴンの試合でこう力入っちゃうときあるじゃないですか。バーッとものすごい腕力に力が入って思い切ってたときに食います。これいっただろうって言われて、コールキックの350ヤードとか言われて、嘘、今の350ヤードちょっとこう、なえるんです。ちょっと脱力してなんとなくパーンって打つんですよね。その瞬間370とか言われると、改めて、あ、自己満のインパクトじゃなくて、やっぱ道具からかな、リンクしてうまく連動してすんなり触れた時の飛ぶんだなっていう、やっぱそこでかいですね。すごい。バックスイングであまりぐちゃぐちゃいろいろやらない、自分でねじらないことですね。歪めないように。プレゼント企画やってます。さっき1個前の動画で僕がお見せした ZY9、はい、ZY9 全くスライスしなかった、左にしか行かない、慣れればまっすぐ飛ぶ、このドライバーを1名にプレゼントキャンペーンやっていて、この山崎プロにフィッティングしてもらえるという権利をプレゼントしてますので、はい、フィッティングさせてもらいます。はい、ぜひ応募してください。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山のね絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。